ハドリアノス病ネルーアントニヌス長は古代ローマ帝国の王朝で、帝政中期の7人の皇帝の一党、またその知性を指す。特にアウレリウス帝の共同皇帝であったルキウス帝とアウレリウスの息子であるコンモデス帝を除いた5名をご検定として古代ローマの最盛期だとする歴史家もいる。同大朝で帝国は最大領域に到達したネルーアントニヌス技では、 最初の王朝であるユリウス・クラディウス・アサと同じく複雑な過程で皇帝位が継承された。この王朝の皇帝たちはネルーアを除いて一定の血縁関係を持っていたものの直系の血縁者よりも実力のある縁者を養子にして即位させるという独特の形式を取ったことで血縁より実力を優先したと解釈する論者も多い。故にアウレリウス・帝が 少子コンモゥスに定位を継承させたことで、実力主義的制度が崩れたと批判される傾向にある。しかし、今日では、こうした見方は、ネルア・アントニヌス長の継承方法を美化しすぎていると考えられている。アウレリウスまでの5人の皇帝は、単純に男子の継承者を持てず、遠石の実力者を皇帝に据えるしかなかった。アウレリウスは、 コンモデスという継承者を持つことができたので、生物学上の問題を考慮せずに皇帝を選べたのである。また前述の通り、彼らは直系ではないものの初代当主ネルーアを除いて親戚関係にあったため、純粋な他人を養子にしたのはネルーア・トラヤヌス間だけである。特にアントニヌスからコンモデスまでには深い血縁関係があることから、 王朝をネルーアトライアノス朝とアントニヌス朝に分離して考えることもある。ネルーアトライアノス朝は3名の皇帝が含まれ、ネルーアトライアノス間の養子継承という出来事を強調してこの名称で呼ばれる。トライアノスの属するウルピウス氏族を母に持つ、ハドリアノスが後を継いだことからウルピウス朝とも呼ばれる。アントニヌス朝は138年から192年までの 間を統治した四人のローマ皇帝が含まれる。家系的には、アウレリウス氏族とその親族、アンニウス氏族による世襲である。またアンニウス氏族は、ウルピウス氏族の親族でもあり、両者を結ぶ関係にある。138年、ハドリアノスは副審であったアントニヌスピウスを次の皇帝に指名して亡くなった。またアントニヌスは、ハドリアヌスとトライアヌスの親族である王。 ファウスティナと結婚していた。アントニヌスピウスは、妻の老いであるマルクス・アウレリウス・アントニヌスと、有力な進化の息子であるルキウス・ウェルスの二人を、後継者に指名して亡くなった。二人は、共同皇帝として、帝国を統治し、ルキウス・ウェルスの死後は、アウレリウスの単独統治となった。アウレリウスは、先帝、アントニヌスの娘で、おばをファウスティナの子でもある将 ファウスティナと、イトココンをした。アウレリウスとコ・ファウスティナの間に生まれたコンモデスは、母方の祖父に、アントニヌスを持ち、また、父母双方の出身家であるウェルス家を通じてトライアヌスと、ハドリアヌスの一族の血を引いていた。また姉であるルキッラは、ルキウス・ウェルスの妻となっていた。血統の連続性を強く持つコンモデス帝であったが、暴政の末に暗殺され、アントニヌス朝。 あるいはネルーアントニヌス朝からの皇帝輩出は断絶した。ネルーアントニヌス朝の血統そのものは、マルクス・アウレリウスの長女のガレリア・ファウスティナと妹で、コンモデスのおば、コルニフィキアを通じて継続。ガレリアの一人息子ティベリウス・クラウディウス・セウェルス・プロクルスと、コルニフィキアの孫娘アンニア・ファウスティナが結婚し、アンニア・アウレリア・ファウスティナが生まれた。アウレリアは、 セウェルス朝の君主で、セプティミウス・セウェルスの五歳ユリアド・ムナの王位にあたる、ヘリオガバルスの三番目の妻となった。これは、仙台王朝との連続を意図して行われたと見られているが、両者の間に子供は生まれなかった。アウレリアは、ヘリオガバルスと結婚する前、全部ポンポニウス・バススとの間に一男一女と、ポンポニアウミリアを設けており、彼女の血筋は少なくとも、 アントニヌス朝断絶から約540年後の8世紀まで存続している。その血筋の人物としては、西ローマ帝国末期の皇帝の一人、オリュブリウスミカドがいる。詳細は、ネルーアを参照。マルクス・コッケウス・ネルーアは、補充失政官の子として生まれ、家督を継いで、元老院議員となった典型的な貴族出身の有力者であった。コッケウス氏族、 およびそれに属するネルーア家は、共和制から続く古い家柄ながらも、さほどの名声はなく、ネルーアの祖父の代から、表舞台で活躍を始めた。一族は、ユリウス・クラウディウス・朝で力を蓄え、ネルーアも、家督を継ぐと、皇帝の側近となった。同王朝が倒れるとネルーアは旧友であった将軍、ウェスパシアヌスの反乱を支援する、巧みな諸星術を見せ、続く、 フラビウス朝でも一族の地位を守り続けた。そして晩年にフラビウス朝もまた倒れると元老院内の権力闘争を活用してより有力な人物を抑えて定位を獲得した。しかしネルーアは諸世術に長けた人物ではあったが外政や政務などで格別の才覚や功績を持っていたわけではなかった。また、軍、元老院、 民衆といった定位を支える勢力に、格好たる指示を得ていなかった。決して無能ではないものの、皇帝としては、凡庸な能力や弱い権力基盤しか持たなかった。ネルーアは、給与増額や減税で周囲の中誠を得る手段を選んだ。だがこうした行動は、必然的に、財政難を引き起こし、さらに、軍の掌握は金銭をもってしても十分ではなかった。加えて老齢でありながら、 小宝に恵まれない不幸もあり、一族自体にも有力な男子後継者がおらず、自らの王朝を開く見通しは失われていた。これらもネルーアにとっては痛手となった。追い詰められたネルーアはせめてもの影響力維持を望んで、自身の腹心を後継者に指名したが、それすらも軍の圧力で撤回させられた。軍の意向は将軍として、 多くの功績を挙げていたトラヤヌスへの定位上で、もはや、ネルーアには、何の権限も残されていなかった。トラヤヌスの後継者氏名からしばらくしてネルーアは、病死し、意外はトラヤヌスによって、アウグストス病に葬られた。名目上、トラヤヌスは、ネルーア家の家督を養子として引き継ぎ、ネルーアトラヤヌス朝と呼ばれる王朝が始まった。後に、トラヤヌスが発行した、記念通貨には、 ジップと並んで義父が刻まれており、実体としてはトライアヌスを始祖とする王朝でありつつも、その大義名分として、ギフたるネルーアが数形されていたことが伺える。詳細は、トライアヌスおっさん賞ネルーア死没後、定位と家督を引き継いで台頭したマルクス・ルピウス。トライアヌスは、属州出身者としては、初の皇帝として知られている。ただし属州で生まれ育った人物として初めてという。 意味であり、トライアノス家自体は、本土出身の古いローマ人の家系である。フラビィウス朝で軍人として、顕著な活躍を見せ、帝国軍の尊敬を一心に集める存在であったトライアノスは軍を指持基盤にして、盤弱な知性を開始した。彼の知性は、その英達と同じく、輝かしい軍港で彩られることになった。即位して三年後に体制を整えたトライアノスは、 フラウィウス・アセが試みて失敗していた、ダキア王国への遠征を自ら取り行った。スードの戦闘と停戦を経て、ダキア王、デケバルスを打ち取ったトライアヌスは、ダキア王国を併合し、続州ダキアとして、帝国領土へと加えた。さらに併合して、東方のナバテア王国にも手を伸ばし、これを併合して、続州アラビア・ペドラヤを編成した。一連の功績で、 元老院からダキクス・マキシムスの称号を与えられ、ローマ帝国の領域拡大が進んだ。しかしこれはトラヤノスの征服事業の始まりに過ぎなかった。数年後、国内統治にしばらく宣伝していたトラヤノスは再び対外、戦争を計画し始めていた。今度の対象は東方の大帝国パルティアであった。両国の係争地となっていたアルメニア王国に、 パルティア王国が侵攻すると直ちにトライアノスの申請が開始され、両軍はアルメニア国内で衝突した。軍配はトライアノスの側に上がり、アルメニアを完全に属国化して、属州アルメニアとして併合した。翌年に攻勢へと転じたトライアノスは一挙にパルティア帝国南部へと切り込み、獲得した占領地に属州メソポタミアの設立を宣言した。パルティア側は、 次第に劣勢が明らかになり始め、トライアノスは計画を拡大して、パルティア全土の征服を目標に掲げて、進軍を継続した。最終的に、トライアノスの遠征は、アラビア海沿いのカラケネ王国にまで達し、属州メソポタミアから前線までの領域に、属州アッシリアを編成した。この大遠征は、アレクサンドロス大王の統制と、しばしば比較されるほどの偉業であったが、 子息を持たなかった、トライアヌスの定位は上位であるハドリアヌスに引き継がれた。詳細は、ハドリアヌスオッサン賞トライアヌスには、ウルピアという父方のおばがおり、元老議員、プブリウス・アイリウス・ハドリアヌス・マルディヌスとの間に地、シプブリウス・アイリウス・ハドリアヌス・アフェルを設けていた。その意図区ハドリアヌス・アフェルの子こそが他ならぬ、ハドリアヌスであった。 ハドリアヌス・アフェルはフラビィウス朝時代に創生したが、ハドリアヌスは皇帝となったトラヤヌスを支え、また皇帝の樹を意図して王朝内で存在感を発揮していた。ダキア戦争、パルティア遠征にも同行したハドリアヌスは人中で死息を持たなかったトラヤヌスが死ぬと、すぐに帝位継承に乗り出した。トラヤヌスの妻である皇后ポンペア・プロティナ。 クラウディア・ホエベピスを抱き込んで、王朝内の指示を固め、ネルーア・トライアノス家の家督を相続する形式で、提携賞を承認させた。即位したハドリアヌスはまずハク府が広げた領土の縮小を断行した。戦勝に枠、く、民衆、元老院、軍はこれを不愉快に感じたが、先代よりも、現実的な性格であったハドリアヌスは無意に領域を広げるよりも、 必要最上限の領地を確実に統治することを望んでいた。軍内でも強硬派の将軍たちを粛清し、パルティア帝国とは領土の大部分を返却する代わりに友好的な講和を結んで撤退した。対照的にダキアとアラビアペトラヤは有益で管理も容易と判断して領土に残し、これらの再編された帝国領に強固な要塞線を建設して、 国境防衛を強化することに不信した。また、属州各地をくまなく巡殺するなど、両国整備にも全力を傾け、依然として広大な帝国の再編に障害を費やした。しかしこのような消極的とも言える統治は、周囲からの不況を集め、ハドリアノスが不満を粛清と弾圧で抑え込んだことも一層に、彼への憎悪を深めた。加えて、ネルは、 トライアヌスと同じく子を持たず、晩年には王朝内での権力闘争も相次いだ。最終的にハドリアヌスは重臣であったティトゥス・アウレリウス・アントニヌスを後継者に選んだ。ただし条件付けの定位継承であり、その一つがアントニヌスの妻、大ファウスティナの老いであるマルクス・アウレリウスを後継者に指名することであった。大ファウスティナはトライアヌスの悲鳴にあたり、 王朝の一員でもあった。アントニヌスピースが後継者になってからほどなく、ハドリアノスは死没した。彼を憎む人々は、その名誉を剥奪しようとしたが、アントニヌスは堅タなにこれを拒んだと言われている。詳細は、アントニヌスピースを、参照元老院議員、ティトゥス・アウレリウス・フルーユスの子であるアントニヌスは、ハドリアノスの寵愛を受けていた重臣の一人で、 性的であったルキウス・アエリウスが死ぬと後継者に選ばれた。ただし条件として、王朝の一員である妻ハウスティナノ・オイ・マルクス、アンニウス・カッティリウスとルキウス・アエリウスの維持、ルキウス・ウェルスを後継者に指名することが求められた。息子に先立たれていたアントニノスはこれを受け入れ、皇帝に即位すると老いと性的の息子に副帝及び、巫女の称号を与えた。この際、オい・カッティリウスは、 おば夫婦に引き取られて、マルクス・アウレリウス・アントニヌスと改名した。アントニヌスはまず名誉剥奪の危機にあった、ハドリアヌスの用語に努め、彼を歴代皇帝の監修と同じく神に祀ることを、元老院に認めさせた。この逸話から彼は、元老院より、アントニヌス・ピュースの称号を与えられ、全名よりもこのあだ名で後世に知られている。知性では、ハドリアヌスと、 同じく軍に対しては距離を取った統治を好んだが、同時に属州各地を回った選定とは対照的に一度も本土から離れなかった。そのため、元老院からは深い信頼関係を築き上げ、また内政面でもローマ法の改革に辣腕を振るった。しかしその反面として、帝国の国防には大きな関心を払わず、攻撃、防御の双方で最小限の行動に止めた。 安定した知性は、アウグストゥスやティベリウスに次ぐ長期にわたった。後継者氏名については、性的のコルキウスに一切の感触を与えない一方、甥いのアウレリウスを優遇することで妻の一族への定位継承を鮮明にした。その上で、自身の長女であるウ、ファウスティナとアウレリウスを重慶抵抗にさせて、自らの血筋も孫の代に引き継がれるように仕向け、家族間での世襲を完成させた。 このことから、以降の王朝は、ネルーア、アントニヌス朝、もしくは単にアントニヌス朝へと呼ばれるようになった。後継者問題を整え終えた後、アントニヌスは、娘といに見取られて病没した。詳細は、マルクス・アウレリウスを参照トライアヌスは先日の、通り子を持たず、男系親族にも乏しかった彼の代で、トライアヌス家の男系は途絶えた。しかし女系は、 アネマルキアナを通して続いており、その末裔の一つが、アンニース氏族に属するウェルスケであった。ウェルスケは、王朝の一員として、重要な役割を果たしたが、当主、マルクス・アンニース・ウェルスの娘である王・ファウスティナの夫、アントニヌ・スピュースが定位を引き継ぎ、さらにファウスティナの老いであるマルクス・アウレリウスが、後継者に指名されるとその権威は頂点に達した。アウレリウスは、 王朝の一員として、後には皇帝となったおじの後継者として、貴族たちの中で養育されていた。しかし幼い時に厳格な倫理観で知られるストア派哲学に傾倒したことが契機となり、彼は貴族社会の大敗を嫌う高潔な人物に育っていった。一説には、定位継承すらも疎んだと言われているが、おじの娘であるシ将、ファウスティナと結婚するなどおじによる、 定位継承への準備は着々と進められていった。また彼自身もストア派哲学をはじめとして諸学に長け、元老院内でも知られた、有能な行政官としての力量を備えていた。同じく定位継承者であったルキウス・ウェルスとは、対照的におじや周囲からの信頼と支持を一身に受け、おじの死後に定位を継承した。争いを好まなかったアウレリウスは性的である。 ルキウスウェルスを粛清せず、そればかりか、小、ファウスティナとの間に生まれた長女、ルキラを嫁がせて一族に合流させる、優和策を取った。民衆に対しても、慈悲のある統治を行い、元老院との協調も失わなかった。そしてバルティア帝国との再戦、及び、蛮族の襲来から始まった、マルコマンに戦争を通じて軍からも数形に近い、支持を獲得した。 特に後者のマルコマンに戦争では、休戦期間を挟みつつ12年間も続いた戦争を、指揮し続け、前線へ赴いて、兵士たちをいたわり続けた。人物としての唯一の欠点であった、軍災の乏しさも、帝国の危機に毅然と対処し続ける中で、将軍たちの指示を勝ち取ることで埋め合わされた。将、ファウスティナとの間には7人の息子が生まれたが、 そのうちに成人したのはわずかに一人であった。それでも娘にしか恵まれなかったアウグストゥスの時代から常に後継者問題に悩まされ続けてきたローマの諸皇帝の中でウェスパシアヌスに続いて二人目となる直系世襲に成功した。その子息の名はルキウス・アウレリウス・コンモトゥス・アントニヌス。後にローマ氏の暴君の一人に数えられる人物であった。ルキウス・ウェルス。 編集詳細は、ルキウス・ウェルスを参照・オッサンショルキウス・アエリウスの維持。ルキウス・ウェルスは、ハドリアノスによる遺言によって、マルクス・アウレリウスと共に、アントニヌスの後継者となった。アントニヌスは、性的の子であるウェルスを嫌い、成人するまで何の感触も与えなかった。これはアウレリウスが弱年で、失政官に常任されていたこととは明らかに、対照的であった。加えて、 周囲も怠惰な生活を送っていたウェルスを皇帝に、ふさわしい器とは考えず、アントニヌス死没時は敗着すらも考えられたほどで、あったという。しかし、アウレリウスの取りなしで、共同皇帝となり、アウレリウスの長女、ルキッラとの政略結婚も進められた。しかし、ウェルスの怠惰さは改められず、パルティア帝国との戦争では前線に赴いたものの、何の功績も残さなかった。 マルコマンに戦争の最中にアウレリウスと前線を訪問中に謎の死を遂げたが、これをウェルスに愛想がつきたアウレリウスによる暗殺とする。説があるが、真相は定かではない。彼は無能さが強調されているが、ローマ発の共同肯定性によってに正面の戦争が可能になったことは、紛れもなくルキウス・ウェルスの功績である。詳細は、コンモドス・オッサン賞アウレリウスは、 早い段階で後継者に恵まれていたが無事に育ったのはただ一人であった。その子息を溺愛したアウレリウスは自ら教育を施し、16歳で執政官に除任した。またマルコマンに戦争が起きると、軍の越兵式には必ず巫女として、傍らに伴い、軍の将軍たちも前線を共にする幼い巫女に深い忠誠心を抱いた。血筋において祖父アントニヌスと、 父アウレリウス、そしてハドリアヌスとパラヤヌスと持ちのつながりを持つルキウス・アウレリウス・コンモデス・アントニヌスの知性は大きな期待を抱かれていた。コンモデスは人中にて没した父の代わりに将軍たちの忠誠を受け最初の責務としてマルコマンに戦争の指揮権を引き継いだ。将軍たちは彼は公正に転じることを進言したが皇帝は優勢であるからこそ 周辺の蛮族との有利な和睦を結ぶ機会と捉えていた。公安で帝国はいくつかの蛮族を帝国の統制下に加えることに成功し、また復従しない勢力には攻撃を続けて屈服に追い込んだ。一通り蛮族へ撤兵か復従を認めさせると本国に帰還して長期戦で肥大化していた軍団を縮小する軍事費削減を進めた。これは後に 帝国財政の負担となる軍事費の膨大化を抑え、セウェルス庁の軍政改革まで有効に機能した。後に同じことを試みた皇帝たちと違い、軍から深い敬意を受けていたことで判断は起きなかった。順調に推移していたコンモドゥスの知性は、貴族たちの大敗に飲み込まれるにつれて狂気を帯び始める。コンモドゥスは、娯楽の一つであった検討儀に傾倒するようになり、 個人的な武勇と勇気のみに価値を置いて国政を顧り見なくなった。国費を投じて盛大な剣闘技大会を幾度も主催し、時には自らも剣闘技大会に出場して勇敢な戦いを民衆に示した。コンモドスは自らがヘラクレスの化身であると自称して獣の皮を身にまとい、ヘラクレスが用いた棍棒を手に翼座に座っていたとまで伝えられている。 狂気に陥った皇帝をたしなめる人間は誰で、あろうとその手で処刑した。コンモドスは、父や祖父のごとき、善良な君主から、後世に知られる暴君へと成り下がった。しかし、狂気の暴政においても彼は民衆への慈悲だけは、失わず、施しや娯楽の提供を治世末期まで継続した。また、軍の忠誠心も揺るがなかった。 元老院の身では皇帝に挑むことができないことは、帝政時代の特徴であるが、コンモデスの知性は、それが顕著に現れた例の一つであった。コンモデスの狂気は愛人による暗殺まで続き、彼の死をもって、ネルア・アントニノス長は断絶した。ネルア・アントニノス長に、いわゆる実力主義の皇帝たちという歴史的解釈を与えたのは、近世イタリアの政治思想家。 ニッコロ・マキャベリである。加えてマキャベリは、こうした実力による統治者の選抜は、国民からの支持にもつながると主張した。18世紀の歴史家、エドワード・ギボンは、知恵と美徳の中で、ローマ帝国が統治された時、帝国は最良の時代を迎えたと主張した。ギボンは5人の皇帝たちが慈悲深い独裁者であると考える一方で、 後の皇帝たちが残虐で語るに値しない君主であると一方的に批判する傾向にあった。この偏った歴史観は長年にわたって定着していたが近年の古代史学ではこうしたマキャベリやギボンの主観は否定される流れにある。その上、養子縁組による実力主義というマキャベリの主張も疑わしいと考えられている。前述の状況に加え、 ティベリウスネロカリグラといった直径の決闘でないにもかかわらず後継者不足から法律上の養子として定位を得ている人物は後にも先にも存在している。そしてそうした養子皇帝たちは必ずしも前世を敷くばかりではなかったのである。ありがとうございます。